皆さんこんにちは、ランママです。今回はホットケーキミックスを使い、ふわふわのフレンチトーストを作っていきたいと思います。まずはじめに普通にホットケーキを作ります。牛乳とお水どちらでも構いませんが、今回はお水にしてみました。片面2分ずつ焼いていきますが、後々フレンチトーストを作るときにもう一度焼くので、あまり焼き色はつけない方が良いと思います。卵、牛乳、砂糖を混ぜ合わせ、フレンチトーストにするカスタード液を作ります。両面に液を染み込ませていきます。食パンよりもあっという間に染み込みやすく、ちょっと崩れやすいので気をつけてくださいね。軽く油を敷き、キッチンペーパーで拭き取ったら焼いていきましょう。今回は蓋をして両面3分ぐらいずつ弱火でじっくりと焼いていきます。3分経過して蓋を開けてみると、かなりふわっとなっています。返して反対側も焼いていきましょう。トングで返そうとしたら欠けちゃいました。かなり柔らかいので、フライ返しでゆっくりと返していきましょう。蓋をして反対側も焼いていきます。あら、さっきのかけら、食べちゃおう。ふわふわに焼き上がったら盛り付けていきます。季節のフルーツを添えたり、トッピングは粉砂糖、メープルシロップ、生クリームやバターなど、お好みの味を楽しんでみてください。
ホットケーキを二度焼きしてふわふわになったフレンチトーストはいかがですか？ホットケーキをカスタード液に浸すので甘いのかなと思ったんですが、そんなに甘くもなく美味しくペロッと食べられます。作り置きしてちょっと固くなったホットケーキや冷凍保存しておいたホットケーキもこのようにアレンジするとふわふわのフレンチトーストに変わりますので、ぜひ試してみてくださいね。それでは皆さん、今回も最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。